ちの父が、これの、年式はちょっと89年かなの、黒のカブリオレに乗ってました。やっぱり運転してる感があるのと、デザインがやっぱり現代の車とは全く違うので、やっぱり一緒にこう車が流れてきても一つだけ目立つみたいな、そんな感じはすると思います。この吹き出し口というか、この音とか空気の抜ける音とかはもうちょっと個人的にはたまらなく好きで、すごいレトロな味が出て、あとはなんですかね、こう四角いスイッチ全て、これも気に入ってますね。今もクーラントがちょいちょい抜けてっちゃうんで継ぎ足すんですけど、ほぼ毎日開けますね、ボンネットは。でチェックして、でまあどっか壊れてるとこないかとかっていうのは本当に日常的にチェックしないとちょっと不安で、まあ本当乗り潰すぐらいの感じで、ずっと乗っていきたいなと思ってますね。まああとは頑張ってもう一台買うかですね。お仕事頑張って、そんな感じになっています。